い、どうもヤギステーションでございます。今回はね、おむすびの第26話の感想動画を上げていこうかなというふうに思っております。前回ね、ギャルを辞めるっていうふうに突然ユイが言い出しました。そして今回は書道部も辞めるっていうふうに言ったんですね。まあ突然2つ同時に辞めてしまったっていう感じなんですけれども、まあそれと引き換えに積極的に家のね、農家の手伝いを始めるっていうところなんですけれども、これはまあドラマ内でも描かれていますけれども、前回の話で、まあ父親の本音をね、酔っ払った父親の本音を聞いて、まあそれにもろに影響を受けたっていう感じですよね。父親の言葉に応えるっていうような形になったんでしょうか。うん、まあユイの本心はどこかわからないけれども、とにかく家の農家を手伝って、まあ父親を心配させまいというふうな行動をとっているっていうような状態でございます。そして次は家族ですき焼きを始めましたよね。これは歩みの提案で、家族で鍋を囲んで、まあ一つの話をしようみたいな感じだったんですけども、そこで提案されたのが、神戸には戻らないのかっていうところでしたよね。で、一緒に私は住みたいっていうふうに歩みは言ったんですけれども、それに対して母は、まあどこでもいいと。そして父親は、まあ神戸に戻って床屋を始めたいけれども、もう今はね、糸島の畑があるし、そして糸島を盛り上げていきたいっていう気持ちもあるっていうふうな感じでしたよね。で、ゆいはその身勝手なお姉ちゃんの言葉にぶち切れて、お姉ちゃんは勝手だと、行きたいなら勝手に自分一人で行けばいいと、まあもう私たちを振り回さないでくれみたいな感じのことで、怒って、姉とはそれ以来ほとんど口を聞かないっていうような感じでしたよね。うん、まあ姉を完全拒否しておりました。で、まあその一方で、ハギャレンの方では入会希望がいましたよね。何人 ?3 人ぐらいのギャルが来て、ハギャレンに入りたいみたいな感じのことだったんですけども、まあそっちの方はうまくいくみたいな、言ってるみたいな感じでしたよね。うん、糸島フェスティバルに出てたんで、まあそれに影響されたギャルが、まあ一緒にやりたいっていうところだったと思うんですけども、まあそこに現れる歩みっていうところで今回は終了いたしました。はい。まあここでユイとね、姉がどういう風にまあ関係修復していくのかとか、まあ父親の本音はどこにあるのかとか、やっぱりこう神戸に戻りたいっていう気持ちはあるけれども、まあ糸島、まあ半々ですよね。まあ 50%50% ぐらいなのかな、なんていう風には思ってはいるんですけれども、というか歩みの本音はどうなのか。うん、私は一緒に住みたいっていう風にね、言ってて、神戸に戻ろうみたいなことは言ってるんですけども、それ本当に本心なのかなっていうところでもありますよね。で、ユイの本音っていうところでもありますね。あの農家じゃなくて、実は何がやりたいのかっていうところがまだ定まっていなくて、平穏無事に過ごしたいっていう、まあ震災を受けてね、何事もなく平穏無事な生活を送りたいっていう希望はあるんだけれども、まあそれが果たして農家をやることなのか、それともギャルを辞めることなのか、書道部を辞めることなのかっていうところが分かんないんですよね。で、やりたいことは何なのかっていうことですよね。ギャルに未練がないのか、まあギャルというかパラパラというか、あの仲間たち、ハギャレンたちと一緒にいることが本当はいいのか、それとも書道部にいることが幸せなのか、まあそこのところもね、ユイはまた考えあぐねてるというか、こう自分でもよく分からなくなってるんじゃないのかなっていうような気がしますよね。はい。まあちょっと今後ね、また見ていきたいかなというふうに思っております。はい、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。それじゃあまた。